竜一期号は中華民国空軍の軍人。戦闘機操縦士で日中戦争時に活躍したエースパイロット。階級は空軍上場、死後将校、少佐に相当。両寧省、正さ県献金家屯出身。号は、おさむは、空の調子流などと呼ばれた。竜一期号と巨麒麟東三省両寧省の不能出身。本席は、暗記省や土県。 若い頃から工業休国の思想を持ち、金谷田室高等小学校を卒業後、法典にある両寧省立第一高科高級中学に入学した。満州事変勃発により北平避難後に南京に赴き1931年に中央陸軍軍艦学校第9期不評科に合格した。1932年には前年に設立された。 中央航空学校に厳格な試験と体格検査に合格、第二期生として飛行技術を学んだ。なおこの頃、国位線の社内で出会った巨麒麟に一目惚れし、文通を始める。1933年12月に中央高校第二期区川科は卒業試験を実施、最も優秀な成績を収めた。中華民国空軍における、 空中射撃記録の最優秀記録保持者は2名。数とは空軍戦上隆志港。そしてもう一人が劉一号である。1934年2月1日の航空学校卒業後、駆逐第一大隊に順位見習い士官として着任。同年夏に聖国藩の天候牢にて結婚。それから間もなく南昇共同総退府。1935年9月7日。 空軍省飛行隊員。その後中尉分隊長に昇進。1936年7月には上場として新たに設立された駆逐第五大隊第24中隊長に昇進し、隊を率いて南小中防の任に就いた。当時の第五大隊は中央高校卒業生の正一職で、大隊長は手治む助であった。隊に配備されていた。 戦闘機はカーチスホークさんで、流域上機号の蒸気は2401号であった。2401号機はシリンダー溶石を増やし馬力を強化した特殊型で、上昇力と運動性に優れていた。1937年8月上旬、日中両軍の本格的な衝突が秒読みとなり、中国空軍に出動命令が下された。第5大隊は、 呂州へ進出の命を受け、8月5日、部隊は南章を発進し、呂州へ移動した。8月13日、上海の日本海軍が中国空軍への徹底的攻撃を指令し、中国空軍も空軍作戦第一号令を発して、翌日からの攻撃を準備した。8月14日、第5大隊のカーチスホークさんは、第2大隊と共に爆走して出撃した。 第24中隊の発揮は、長江を遡り、上海へ向かう日本海軍の駆逐艦へ次々に爆弾を投下した。しかし観光化爆撃のために回避され、最後の一台が艦尾に命中したが、駆逐艦は傾斜したまま退避した。その後、龍は、洋州に戻ると、再び爆弾をつけて、上海の日本海軍陸戦隊本部を爆撃した。8月16日に、 竜は日本軍の95式水上偵察機を一機撃墜。これが竜の初の個人撃墜記録となった。8月21日未明、日本海軍の96式陸上攻撃機6機は揚州基地を奇襲した。出撃準備中だった第五大隊は直ちに迎撃のため発進した。真っ先に追撃した竜はすぐに1 2 7ト、mm、ル機銃で立候一機を撃墜し、 その後、両機と協力して、吉田正体を全滅させた。これまでの戦いによる検討で、竜一季号をはじめとする日本機劇追射たちは、飛翔軍と称えられた。9月7日、竜は、太古上空で、空母、加賀、宝翔の環状戦闘機体に遭遇した。竜は、地上攻撃中の両機6機を援護するため、短期で日本戦闘機体へ攻撃をかけた。 後ろへ突かれた竜は連続急上昇を駆使して相手の後ろを取り96式艦上戦闘機を撃墜した。その後日本機に取り囲まれた竜は攻撃をかわしながら残弾の正射でもう一機の戦闘機を落とすと黒雲の中に逃れて離脱した。この太古上空での竜の戦果は放射の戦闘症法が失われ、加賀も簡略的な記録しか残されていないため、 日本側の資料からは確認できていきない。9月22日の南京防空戦では、中央東部空爆に飛来した13空の96、指揮艦上爆撃機12機、96艦船5機を第4大隊、第5大隊のホークさん20、竜の率いる9機は、白井貞夫隊員の艦爆隊を襲った。竜は、登壇直後の96艦爆を銃撃、被弾した艦爆は、 西霞山に墜落した。10月12日の南京空戦では2機を共同撃墜。その様子は装備例も目撃していた。竜一号の撃墜記録は確実11機、不確実2機の合計13機を数え、事実上のトップエースとなった。竜はその勇猛ぶりから空軍を故障の一人と言われ、太古上空の空戦では多数の日本機を相手に戦ったことから、 空の調子竜とさえ呼ばれるようになった。竜の多大な先功を称え、国民政府、中央航空委員会、中国空軍総司令部などが七聖保子ス進む将と二等戦武士進む将を授与した。航空劣志工墓に到着した、竜意記号の棺技北方面では10月頃になると、日本陸軍飛行第一大隊のほか、新たに飛行第二大隊が現れ戦闘に加わった。 龍はこの新たな相手と戦うため、河北の大原方面にへ増援派遣されることになった。10月26日、龍は、両機4機と共に、南京大工場飛行場を出発、観光の大家飛行場での昼食、洛陽での給養を経由して、大原へ向かった。龍は、郊外北の飛行経験がなかったが、誘導なしで飛行を続けた。しかしその途中で日没となり、 ホークさん5機は離れ離れとなってしまった。燃料の欠乏した竜は、闇の中で飛行場を探すうちに、高平県城の上空に飛来した。その音を、連絡機と錯覚した町長は3階建ての楼閣先駆けせ楼の傍らで火を焚いた。しかし火を目印に降下してきた竜は、暗闇の中の先駆けせ楼に気づかず衝突、死亡した。去年24。 死後将校に特進した。劉意号の遺体は、高平県で丁重にダビに付された。同年11月16日に、南京へ移され、後に、資金散歩区録の航空列車工房に葬られた。後、昆明の空軍指定学校は、意号小学と名付けられ、巨麒麟が校長、ジョッツル林上上が政治部主任を務めた。ありがとうございます。